次は体術を紹介したいと思います、はい。まあ、忍者が体を使っていて武器を持ってない状態で相手をどのように戦うかというところですね。で例えば、相手に腕を取られますという状態が捕まってしまったという時に、この相手に対して力で何とかしようと思って、相手の力すごい強いですから、振り向けない、それをある体の使い方をすることによって倒すっていう。今はわざと倒れてるんじゃないですよね。そんなに力あるんですか。両手が、はい、これが動かないとしてるのに、はい、力でお互いこうしてもいいですね。これが、はい、本当だ。意外と大丈夫です。もう切った。本当にすごいですね。意外と痛い。痛いです。言った力の分が自分に返ってくるので、結構あの良い力を持ってますね。強いから自分にも強い分が跳ね返ってくる。じゃあそう、相手強ければ強いほど、はい、その相手の力を使って相手を、はい、それは合気道に近い。そうですね、合気道にも近いかもしれないですけど、はい、体の内側の見えないところを使って動かすことによって微妙に相手 の, その力の方向をずらしたりとかして返してます。なんかさっきの手裏剣とかあと剣術とか、まあ、あの習っても実際は使えないですよね。まあ、よっぽどのことだけど、でも、もう今の体術だと、まあ、女性の方とか、まあ、あのみんな、 なんか危ないと思った時にも使えそうですね。そうですね、使えるかもしれないですね。素晴らしい。はい、じゃあ大丈夫、大丈夫、もう本当に思い切りでいいです、はい。これがこうなると取れないんですが、ここがフッと抜けてくると。悔しい。すごい力入れてたのにね。本当に飛ばされちゃう。そうですね。この背中とか胸のあたりを器用に使うことによって抜いて、はい、飛ばしてます。もうグラグラを使われたっていうことがよく。喧嘩とか街頭でこういう悪漢に襲われて、はい、胸ぐらをつかんでどうしよう、帰らせと来て、はい、でそういう時にはここを優しく持ってあげて、こうごめんなさいって謝るんです。今何もしてないですよね。そうです、謝ったら、こう 見た目だともう何もしてないのに相手が倒れてる、はい、なんでちょっといいですか。はい、はい、じゃあゆっくりやります、はい、ここを掴んで体につけてごめんなさいと謝る。おお、私も人を倒せるんですか。そうです、できると思います。あ、じゃあちょっといいですか。はい、じゃあ、はい、で、こう掴んで優しく撫でるようにしながら自分に引きつけます。でちょっと体を軽く斜めに並んでからこっちに謝ってください、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、ってこと謝って。え、今私なんかやった。え、自分で倒れてるんですか。え、嘘。はい、ごめんなさい。おお、本当に、うん、それ誰でもできるんですか。そうです。だから、まあ、こうガバッと抱きつかれてしまったっていう時は、はい、どっちか肩をずらすと抜けるので、はい、そっちは返したり、まあいろいろ方法があって、あとすっぽ抜けちゃう。こうやってやって細めると相手はぐっと締めてくるので、これをふっとこの背中を使いちゃって下に逃げるっていう感じ。はい、後ろからギュッと押さえつけに来たところをガッていっても、はい、これをふっとずらして抜けていくっていう。あ、すごいスッと抜きました。そうですね、落ちる力ってすごい強いのでスッと下に抜けると押さえきれない。すごいすごい、なんか通いましょうか私も。